札幌市北区の成人式には対象者のおよそ6割となる1786人の新成人が艶やかな振袖やスーツ姿で参加しました。結構中途半端で終わっちゃったこととかも結構今まであったので、20歳になったので責任感を持って行けたらいいなと。今パン屋さんで働いてるんで、それももっとちゃんと自分で仕事見つけられるようにしたりとかこれからも成長できるところはちゃんとしたいなって思います。環境問題に対してやっぱ自分なりに行動してって、1000年後2000年後も、みんなが健やかに育てる地球を作ってあげたいなみたいな。サングラスで統一されてますけど、あ、もう勢いです。責任感のある、大人になりたいです。いや、もう前から決めてて、やっぱ成人式はがっつり決めようかなと思って。札幌市は遠方の人でも参加しやすいように、今年から成人の日の前日の日曜日に開催日を変更しました。本日の式典は手稲区の成人式会場では、道警などが新成人にチラシやティッシュペーパーを配り、飲酒運転の根絶を呼びかけました。免許は持ってないんですけど、僕ちょっと飲酒運転は人としてどうかと思います。道警は今後運転の機会が増える新成人に飲酒運転の危険性を認識してもらい、交通安全に努めていただきたいとしています。